お願いします。それでは文献紹介を始めさせていただきます。今日紹介するのは、Don't count, predict a systematic comparison of、context counting、versus context predicting semantic vector ということで、こちらの文献について紹介していきます。はい、まあ、キーワードとしては PMI と、まあ、ワードエンベディングっていうような形になっています。まずこの論文の概要についてなのですが、まあ、PMI のなどの情報を使って作る行列、まあ、カウントモデルとワードツーベックなど の、 あのいわゆるプレディクトモデルっていうものをそれぞれ、いろんなタスクにおいて、まあ、あの性能を比較したっていうような論文になっています。まあ、そうですね。でプレディクトモデルが、まあ、どのモデルにおいてもどのタスクにおいても、まあ、カウントモデルよりも、まあ、いい性能が得られるっていうことを、まあ、この論文では結論として言っています。はい。で、まあ、カウントモデルとプレディクトモデルについて、まあ、それぞれ説明していきます。まあ、まず、まあ、元来、自然言語処理のにおいて、まあ、元来から使用されてきたカウントモデルというものがあります。まあ、これは、PMI であれば、まあ、そのちょっとこっちの図にあるように、まあ、単語 X と単語 Y の PMI というのが、まあ、次のような式で計算されて、まあ、それぞれが、つまりその単語と単語2つの単語の組み合わせで、なんだろう、ベクトルが表現できるので、まあ、それらが、まあ、V× ボキャブラリー×ボキャブラリーの次元に収まって、まあ、それをプラス圧縮することで、まあ、従来のカウントモデルの、まあ、ベクトル表現、単語のベクトル表現のようになっていて、まあ、それが従来使われてきました。まあ、しかしながら最近になって、まあ、プレディクトモデルというものが、まあ、流行っていますと。まあ、これはいわゆるそのワードツーベックと呼ばれるようなものが、まあ、代表ですけど、まあ、そういうものが流行ってきました。で、それに関して、まあ、ワードツーベックの方が、まあ、性能がいいみたいなことは、まあ、大体言われていたんですけど、まあ、ちゃんとした比較というか、まあ、いろんなタスクにおいての比較を、まあ、ちゃんとやったもの論文が、まあ、存在しなかったため、まあ、この論文中でその筆者らはそれについて、まあ、決着をつけようということでこの論文を書いています。で、まあ、カウントモデルについてなんですけど、まあ、この論文中では PMI または LMI と呼ばれるものについを用いてベクトル化をしています。で、まあ、PMI は、まあ、よくある以外の式で計算がなされますと。まあ、PXY が、まあ、狂気する確率で PX が、まあ、PXPY が、まあ、それぞれ単語がどれぐらい出てくるかっていう確率になって、まあ、それのまあ、こういう式で PMI っていうのが計算できます。で LMI っていうものは PMI に対してさらにこの PXY というものを掛け合わせたものになっています。なんで式的には、まあ、この PXY×log2 の、まあ、ここというような式になりますと。で、まあ、カウントモデルでは、まあ、次元圧縮を主に一般的にはまあするので、まあ、この論文中では以下の2つを利用して次元圧縮というものをしています。まあ、シングラー、バリューデコンポージョンという、まあ、よくある、なんだっけ、ちょっとすみません、名前忘れてしまったんですけど、あとノンネガティブ、マトリックスファクタライゼーションというものを、まあ、使って次元圧縮というものを行っています。はい。で、まあ、プレディクトモデルなんですけど、まあ、いわゆるワードツーベックなのでワードツーベックですと。で、まあ、論文中で彼らはシーボーモデルを利用して、プレディクトモデルの学習を行っています。まあ、なんで以下のような形で、入力文、入力単語のワンホットベクターからベクトルを、まあ、アベレージして、まあ、学習してあげるというような形のモデルになっています。はい。で、まあ、比較する、まあ、ここではカウントモデルとプレディクトモデルを説明したんですけど、まあ、彼らはそれプラス、まあ各タスクにおける、まあ、一番いい性能を得られるステートオブジェアートなモデルと、まあ、その他ディストリビューショナルメモリーっていうものと、まあ、コロバート&ワトソンベクターっていうものも、まあ、一緒に合わせて比較をしていますと。で、まあ、これらのカウントモデル、プレディクトモデルと、まあ、これらについて全部、以下のコーパスをつなぎ合わせたもので学習をさせていますと。はい。で、計28億単語含まれています。で、まあ、これらを学習させたベクトルについて、まあ、以下のタスクで評価をしています。
で、まず最初が、セマンティック・リレティッドネスっていうものなんですけど、まあ、これは人間による単語と単語の類似度がとモデルの出力するベクトル間のコサイン類似度が、まあ、どれぐらいその一致しているかというものを、まあ、用いて評価をするもので、まあ、評価には順位相関係数というものが用いられます。まあ、例えばその、アップルとバナナの類似度が、まあ、人間が見たときに1だ1で、アップルと何だろう柿の種が、まあ、0.9 みたいな感じだったときに、コサイン類似度で、評価したそのコサインあすみませんあのモデルが入ったそのコサイン類似度の結果の類似度とその並び順が合っているかというものを、まあ、評価してあげるっていう話ですね。で、シノニムディテクションっていうのは、まあ、4つの候補の中から正しい同義語を選ぶ問題になっています。まあ、例えばそのリビードと、いう単語が与えられたときに、まあ、この中から同義語を選びなさいっていう問題で、imposed, believed, requested, and、correlated っていう単語が与えられたときに、まあ、どれが一番その同義語として正しいですかという問題で、まあ、この imposed を選んであげるような問題になっています。まあ、これはその単純に単語と対語の類似度を測って、一番類似度が高いものを選ぶっていうような形で、まあ、出てきたものに対して、まあ、正解データと合っているかどうかっていうのを比較してあげるような形の評価になっています。で、コンセプトカテゴライゼーションっていうのが、まあ、カテゴリーに属する語を用意してクラスタリングの結果と比較するようなものになっています。例えば、ヘリコプターとか、モーターサイクルであれば、まあ、これはそのビークルっていうカテゴリーに属しますし、まあ、ドッグとかエレファントとかいう単語があればそれはなんだこれ、マルっていうなんかクラスに属するので、まあ、それがその、モデルの吐くベクトルをクラスタリングした結果と、まあ、どれぐらい一致しているかっていうもので評価をしています。で、セレクショナル、プリフェレンスについてなんですが、これは、主語と目的語について、まあ、正しい、まあ、まず、主語と目的語について正しい名詞のペアを用意してあげます。例えば eat っていう単語が来た場合、まあ、person っていう単語は主語として使われることが多く目的語として使われることは、非常に稀です。まあ人間は食べますが人間を食べることはあまりないので、まあ、そういう意味で、まあ、eat という単語パーソンという単語は eat に対して、まあ、主語として使われる場合が多いです。で、それについてよく主語として使われること目的語にとして使われる単語の名詞を20個用意してあげて、それらの平均ベクトルとパーソンのような単語のコサイン類似度を測定して、まあ、順位相関係数で比較してあげたようなものになります。例えばパーソンであれば、他のその主語として使われる単語として愛とか、アニマルとかっていう単語があると思うんですけど、まあ、それらの平均ベクトルとパーソンの平均ベクトルのコサイン類似度で比較してあげたような形になっています。で、最後にアナロジーなのですが、まあ、これは、よくあるベクトルの足し算引き算で表されるもので、例えばブラザー引くシスタープラス、グランドソンっていうのは一体何になりますかっていう形で、まあ、こういう足し算の式と、答えの単語が与えられた時に、まあ、一体どれぐらいその正解データとベクトルの足し算の結果の単語が一致しているかというものを、まあ、評価してあげるようなものになっています。はい。で、まあ、これら5つのタスクにおいて、評価を行いました。で、まあ、評価のタスクが、まあ、ここに出ているようなものなんですけど、まあ、上から順番に5個がリレティッドネスで、まあ、その下がシノニムでカテゴライゼーション、まあ、セルプレフアナロジーみたいな形で、まあ、それぞれちょっとデータセットが違うんですけど、まあ、そういうものについて、まあ、評価をしてあげたような形になっています。はい。で、まあ、結果なんですけど、一番上は、まあ、各タスクにおいて一番良かったセットアップ、次元数、カウントモデルについても、プレディクトモデルについても次元数とか次元圧縮ですね、次元圧縮のパラメータとかを、まあ、各種変更しているんですけど、まあ、各タスクにおいて一番良かったパラメータだとこれぐらいの性能が出たっていうのが、まあ、一番上の2行になっています。で、この一番上の2行を見ると見て分かる通り、カウントモデルに比べてプレディクトモデルの方が、まあ、全体的に精度がいいような結果が得られていることが分かると思います。はい。で、まあ、このワーストセットアップアクロスタスクのところも見てほしいんですけど、このタスクは、まあ、まあ、一番悪かったその
パラメータチューニングの結果を用いて、各タスクの性能の評価を行っているんですけど、ワード2ベックのそのプレディクトモデルを使ったものに関しては、その悪いパラメータチューニングにおいてもそこそこいい性能が出ている。まあ一方のカウントモデルの方は、パラメータの設定の仕方が悪いと、もう非常に悪い性能しか出ないっていうことが、まあこの設定からは分かりますと。で、一番下のアザーモデルっていうものなんですけど、まあこのアザーモデルの3行の上の、3行のうちの一番上のものが、ステートオブジェアートなモデルということで、まあ一番各タスクにおいて性能が高いと言われているものになるんですけども、この結果を見ると、一部のタスク、この WSS とか WST のような、タスクにおいては、ステートオブジェアートなモデルよりも、プレディクトモデルの方がいい結果が得られてしまったというようなことが書いてあります。まあこのことからも、ワード2ベックのそのプレディクトモデルが、かなり性能がいいっていうような、まあ、結論が得られるかなというふうに思います。まあこのまとめとして、ワード2ベックの、プレディクトモデルはかなりいい性能が得られるっていうことと、まあ、PMI のカウントモデルに関してもパラメーターチューニングをしっかりと設定すれば、まあ、そこそこな性能は得られるけど、プレディクトモデルよりはちょっと性能が落ちてしまうっていうのと、PMI のカウントモデルを使う場合はパラメーターチューニングが非常に重要になるっていうことが、分かったと思います。これで発表終わります。ご清聴ありがとうございました。